中国の広州で開催されているアジア競技大会の男子サッカーは、10月4日に準決勝が行われ、大岩剛監督が率いる U から22日本代表が香港と対戦。4対0の大象で決勝進出を決めた。動画、レベルの低いミス、と守備が酷評された日本の3点目24分にセットプレーの流れから鮎川駿のゴールで先制した日本は、 54分に日野翔太のヘッド弾で加点。75分に込みようた86分には再び日野がネットを揺らし、香港を寄せ付けなかった。中国メディア、直カマキバ、は、その香港について、3点目につながった DF のボールロストを、レベルの低いミス、と酷評。香港の DF がインターセプトされ、 GK がペナルティエリア外にいたことで、日本は無人のゴールを押し込むことに成功した、と伝えた。また同メディアは、香港が大会の取り決めによって歴史的な躍進を遂げ、日本に敗れたのは予想通り、と題した別の記事を掲載。スポーツウィークリーの馬徳光記者が SNS に綴った見解を掲載している。予想通り0対4で負けた。結局のところ、 旧正月に餃子を食べない人はいない。グループステージでは2チームが棄権し、ウズベキスタンと2試合を戦い、2連敗で決勝トーナメントに残った。ラウンド16で出場選手が16人しかいなかったパレスチナに大礼で勝ったのは普通だった。準々決勝ではイランが香港を過小評価しており、その代償を払わなければならなかった。同記者は結局のところ、総合力には限界があり、 没も手伝って歴史的な躍進を達成した香港の努力を否定するつもりはないがそれを無限に拡大することはできないしアクシデントでそのまま走り続けることもできないと続けている香港の躍進は運がありこの一戦は実力の差が顕著に出たと考えているようだ